皆さんこんにちは、横浜リオです。今回は桜木町駅で面白いものを見つけたのでちょっと紹介したいと思います。こちらは昭和の桜木町駅の様子だそうです。駅には着物を着てる方とかがいて、やっぱり今とは少し違うような様子ですね。で、こんなに鮮やかなあの電車が走っていたとはちょっと知らなかったです。このレトロな感じ素敵ですね。そしてこの夕日の色と、あのいつの時代もカラスがいたんだなっていうイメージです。はい、私は全然鉄道とかが詳しくないので、でもなんか鉄道とか好きな方だったら絶対楽しいと思うので、こちら見てください。はい、そしてこちら鉄道旅行のお楽しみというところで食堂車と書いてあったんですね。で、これ多分食堂車は多分あの私のあの親の世代とかですね、おばあちゃんたちの世代は多分皆さんあの多分当たり前だったと思うんですけれども、でその時の時代からこうあの崎陽軒のシューマイとかですね、あのひょうちゃんがいたりして、またあの本当にこう古き良きあの横浜というようなあのところがいっぱいあってすごく嬉しかったです。ちょっとこれガラスが反射しちゃって見にくいんですけれども、これあのすごく面白かったです。これあのなんかディスプレイになっていて、あのちょこちょこ動いてましたけど、これ多分好きな人だったらすごく楽しいんじゃないですかね。この横浜博覧会っていうこのマスコットがなんか子供の時にちょっと見たことあるような記憶があるんですけれども、というとあのちょっと年が分かってしまいますね。はい、皆さん大好きなガチャガチャです。あ、皆さんかわかりませんけれども、私は大好きです。未だにガチャガチャを見るとやりたくなってしまいます。こちらは東海道のゆかりのあるもののお土産ですかね。これ私あの本当は欲しかったものはこのかまぼこだったんですけれども、あのまあガチャガチャっていうのはね、それが楽しいところです。はい、そしてこちらが駅弁のフィギュアです。私あの駅弁も大好きで、駅弁食べるのも好きなんですけど、このフィギュア大好きなんですね。これあのイカ飯とこの柿の葉寿司と、あと峠の釜飯は持っているので、これ一番欲しい煮浮きだるまがなかなか出ないんです。もうなかなか出ないので、もうあのかぶったりするとね本当にあの辛いので、今回は第2弾のこちらをやることにしました。で、この中で、あの、タコ飯と、このだるまですね。このだるま弁当みたいなのが、これすごい可愛いので、これが本当に出て欲しかったんですね。これで、あの、ガチャガチャして、はい、何が出たかと言いますと、はい、こちら。何ですか、これは。鮭のお弁当だったみたいです。なかなか欲しいのが当たんないというのが、ガチャガチャのいいところだと思います。これ袋から出してみたら細かいパーツがきちんと入ってすごい可愛かったです。当たってよかったなと思ってます。
今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。